皆さんこんにちは。今回は、Q10 に公式ショップがあります韓国コスメブランドのアッテビューティーというところのですね、クレンジングバームを、使ってご紹介する機会をいただきましたので、今回は、ね、そちらのビデオになっております。ぜひ、ね、ご興味のある方は、最後までご覧いただけると嬉しいです。ではまずこちらですね、今回そのご紹介する商品なんですけれども、こんな感じの、ね、箱で届きまして、オーセンティックピンクビタディープクレンジングバームという商品名になっています。容量は、ね、150g になっていて、まあ、一般的な、ね、クレンジング剤と、変わりがない容量になっているかなと思います。結構、ね、大きめの箱になっています。で先に、ね、商品を見ていただくとこんな感じのすごく、ね、重量感のある感じなんですよね。というのもガラスの、ジャーに入っておりまして、そこの部分はかなりこう広めに作られている感じのものになっています。中を開けますとこんな感じのですね、まあ、外側からも見えていたと思うんですけれども、こういったねすごく綺麗なねコーラルピンクカラーのをしているクレンジングバームになっています。で専用のこういったスパチュラもねセットで、入っています。でこのクレンジングバームの、一番の特徴が、ビーガンコスメと言われるものになっているところですね。まあ、ビーガンって食べ物とかそういったね菜食主義みたいなところのイメージももちろんあると思うんですけれども、まあ、コスメに関して言うと、動物性の成分を一切使っていないという、意味になっています。でもうものすごくね成分にもこだわって、作られているものになりますので、まあ、正直ねお手ごろという感じではない価格になっています。まあ、もしかしたらねちょっとこう見ていただく時期によって多少価格は前後するかもしれないんですけれども、本当にもう一般的なクレンジングをもう超越した感じの、まあ、すごく肌に、とにかく優しいというところが、まあ、一番の特徴かなと思います。でこのピンク色をしているのが、このピンクビタって書いてあると思うんですけれども、まあ、ビタミンの成分のカラーがこのピンク色を出しているみたいですね。まあ、その他ですね、有害物質、まあ、肌にあまり良くないとされている、添加物なんかも入っていないですし、あと保存料の、ね、パラベン系とかそういったものも、添加されていないということですね。では実際にちょっと撮ってみようと思うのですが、すごいですね。結構こういうバームタイプのってこうザラッとした感触のものがあるんですけれども、これはすごく滑らかな感じのまず質感テクスチャーになっている感じが今しました。で香りはね本当に自然な心地よいハーブのような植物性のこう香りがして、わかりやすく言うとね柑橘系みたいな感じの爽やかなハーブの香りがします。すごくね心地いい香りですね。で、まあ、クレンジング力っていうところもすごく大事だと思いますので、今回ですね、はい、こんな感じで、いろいろな化粧品を事前に塗ってきました。まず、クッションファンデーションで、まあ、ちょっとカバーの、ね、強いタイプ、クリオのキルカバーを結構たっぷりめに塗って、その後パウダーで抑えて、でちょっと色味の濃いアイシャドウ、そして色落ちしづらいティントで、ウォータープルーフのアイライナーとウォータープルーフのマスカラを、大体30分ぐらい前に、つけてですね、そのまま置いてあったものになります。まあ、塗ってすぐだとね取れやすかったりするので、ちょっとね時間を置いたものになります。で、まあ、この状態だと普通にね指で触ってもマスカラなんかももう完全に乾いて定着してますし、アイライナーもねこんな感じでしっかり定着しています。ティントもですね。では、このねクレンジングをちょっと使って、まあ、落ち具合とかね見ていこうと思います。本当にこう柔らかい感じのテクスチャーですごくとろっとしていますね。まずはちょっとこの手の甲全体になじませていきます。こうクレンジングでもこうリキッドタイプのものとかオイルタイプのものってこう肌にこう塗った時にダッと流れる感じがあるのでちょっと扱いづらかったりするんですけれども、これは本当にこう肌にまずそこに留まってくれる感じがしますね。
で軽くこうなじませていくと、もうファンデーションなんかはもう馴染んで浮いてきている感じが肉眼だとよくわかります。ではちょっとね、わかりやすいところで言うと、もうこのアイシャドウなんかはもう軽くなじませるだけでもう浮いてきてますね。もうこんな感じで取れてきていますし、そしてこのマスカラですよね。マスカラも結構ウォータープルーフタイプはね、クレンジング剤と相性が結構良かったり悪かったりいろいろするんですけれども、これは結構ね、軽くくるくるしていくうちにどんどん落ちてきていますね。まあ、ちょっと多少ね時間はかかるかなと思います。ちょっとこれはねこのまま置いておいて、でアイライナーですね、ウォータープルーフのアイライナーも、これもすごく早いですね、馴染みがいいです。もう優しくくるくるしているだけでもう落ちてくれていますね。そして最後ティントなんですけれども、まあ、さっきのねこのマスカラもティントもそうなんですけど、まあ、基本的には専用のアイメイクアップリムーバーを使って落とす方がもちろん絶対いいと思いますが、今回はちょっと分かりやすいようにどれぐらい のクレンジング力があるのかなっていうのを見たかったので、ちょっとね軽く試しにねちょっとこれやってみています。まあ、これに関してはね多少もちろん落ちてはいるんですけれども、まあ、完全にはねやっぱりどのクレンジングでも難しいので、まあ、比較的これぐらいの落ちかなっていう感じですね。さっきのマスカラに関しては時間をかけてやってあげればしっかりこちらもね落ちますね。であと全体的にファンデーションっていうのはもうすごいしっかりとこうメイクと馴染んで浮いてきていますので、このバームのこの溶け具合は結構ね時間長めにこうくるくるしていてもあんまりこう軽くならない、いい意味で液体っぽくなりすぎなくって、すごい肌の上でそのまんましっかりとどまってくれていますね。でこのとろっとした感じが本当にこうお肌の当たりがすごく優しくって、こう摩擦とか全くこう気になる感じがないですね。今ねこんな感じで拭き取ってみるとこれぐらいしっかりね取れていますね。で、まあ、あとはね洗い流して、洗顔をするっていう感じでいいと思うんですけれども、やっぱりバームタイプっていうだけあってしっかりね保湿の成分が入っているのと、でビタミンの成分ですね、それがしっかりこう肌に栄養を与えてくれながら落としてくれているので、まあ、洗い上がりとかもすごくしっとりしていますし、まあ、単なるね、メイク落としっていうだけではなくって、もうプラスアルファのそういったねいい機能性を持ったクレンジングバームになっているんじゃないかなと思います。スキンケアの中でももちろんクレンジングも含めて、とってもね大事なステップになると思いますので、まあ、すごくね贅沢なものにはなると思うんですけれども、気になる方はね概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひページのチェックだけでもしていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。